トゥランド Vlog の時間です。世界を救う救世主マイトレイヤはすでに地球に出現していた。そしてこれからの時代に絶対に必要な〇〇は日本から作られる。今回は現代スピリチュアルの原点であり世界中に多大なる影響を与えた新知学協会の壮大な思想と謎だらけの歴史について超ディープ深掘りしていきます。いやー、お久しぶりでございます。お久しぶりでございますね。え、ほんとにね1ヶ月ほどお休みいただきましたけれども、はい、本日からやっとね、大会でございます。ほんとにお久しぶりです。その間にね、うん、まあ、本が出るっていうこともね、ドドンとね発表させてもらったりして ねまあそこでもバタバタしてたりもね。そうなんですよ、先行予約販売っていうことでね、うん、で初版の本にだけは限定動画がついてるっていうね、うん、おーすげー。まあそういう特典なんかもあるんですけれどもね、うん、まあ、ぜひね概要欄でチェックしてほしいんですけれども、これにはね、お、僕たちのトークライブ見てきた人とかやったらもう全部パッキパキに繋がるようなものすごいテーマとメッセージが込められてるので、絶対にこれはね読んでほしいですね。そんな再開一発目の話題は、はい、めちゃくちゃポップ路線で行きたいところですけども、うん、なんとねその真逆の真逆ゴリゴリディープ動画をぶっ放したいと思います。おー、ゴリゴリディープ、もうね脳みそから煙が吹き出すレベルの内容ですけれども、お、思い切って楽しんでください。脳みそツルツルやけどな、大丈夫かな。先月の動画ではね、ウォルト・ディズニーの裏側や、うん、アトランティス大陸なんかに触れてきましたけれども、うん、まあ、その中で、うん、まあ、新知学っていうキーワードが何回も出てきたやんか。出てたね。そう。で、新知学っていうのはウォルト・ディズニーだけでなく、うん、発明家であるあのトーマス・エジソン、お、非暴力でインドを独立に導いたマハトマ・ガンジさん、お、特殊相対性理論を発表したアルベルト・アインシュタインなどなど、さまざまな分野で活躍した偉人たちに、うん、多大なる影響を与えてるんですよ。いや、すげえ人らやな。すごくない？俺は。さらに、うん、伝説の秘密結社、バラ十字団も、うん、まあ、新知学の教義を報じるメンバーによって創設されたと言われてるし、うん、ね、世界を裏で動かしてると言われている、まあ、おなじみ、フリーメイソンの思想にも、この新知学が、深く深く影響を与えていると、いやー、まあ、考えられているんですよね。めちゃめちゃすごいな。もうそうなのよ。これだけでも、ね、新知学の相当なヤバさが伝わるかと思いますけれども、うん、これだけじゃなくて、うん、日本における現代スピリチュアルのありとあらゆる考えがね、うん、この新知学がベースになっていたりするんですよ。そうなん？もう知らず知らずのうちに刷り込まれているというかね。へえ。宇宙の始まりから全ての事象を記録しているとされる、うん、あのアカシックレコードや、うんうん、遥か昔に存在したと言われるレムリア大陸なんかも、まあ、この新知学からブワッとね広まっているわけでございますよ。マジか。そう、つまりこの新知学に触れるというのはですよ、うん、この世界のありとあらゆる情報の根源に触れるレベルのお話になるってわけですよ。そんなすごいのに全然聞いたことないわ。そう、世の中でいろんな結社とか団体とかね、うんうん、この世界中にある思想のベースですから、今回はガツンとね新知学の秘密とその謎を掘り下げていきたいと思います、うん、ちなみにね今回の動画の後半部分は、うん、まあ、2023年今年のね、うん、4月22日に開催したトークライブ、うん、呪縛と覚醒で話しきれなかったね、うん、重要エピソードを補足する内容も含まれております。トークライブ全体の割合で言ったら 5% くらいの内容ですけれども、うんうん、まあ、トークライブ見れなかった人もこんな話してたんやなみたいな感じでね、あーなるほどね、楽しんでいただけたら幸いでございます。はい、人間を超越することを目的とした新知学。まずね、新知学という言葉は、うん、ギリシャ語で神を意味するテオスと、うん、知恵を意味するソフィアを合成したテオソフィーという、うん、そういうワードがね語源となってるんですよ、うんうん、まあ、神プラス知恵で新知学という意味になるわけですね。なるほど。まあ、ちょっと難しい話になるんですけども、うん、まあ、新知学っていうのは元来もう人間は物質的なものじゃなく永遠の霊的な存在だよと、うんうん、で物質世界の外側に、まあ、精神的な世界が存在してるんだと、うんうん、いう考え方が中心にあって、うん、まあ、神秘的体験とか霊的な超自然現象が根本にある、うん、キリスト教世界における思想の一つやったんですよ。へー。つまり新知学というのはね、うん、ひたすらに神秘を追求して、まあ、論理的思考も大事にする、うん、で瞑想なんかのスピリチュアルな実践を通じて、うん、まあ、人知を超えた超常的存在ですよ、うんうん、すなわち神様と結びついた、まあ、神聖な知識とか、うんうん、認識に到達していこうぜっていう、ほー、まあ、人
間超えようぜみたいなのが新知学なのよ。あ、すごっ。でそのやり方が自分の内面をひたすらに進化させて、ほうほう、物質世界の、まあ、目に見える世界の外側にまでアプローチして、お、精神的な世界まで到達していくぞと。あらまあ、そういう世界観。すごい世界観。これはね、以前こちらの動画でお話してきたグノーシス主義の考えにも似てますよね。うんうんうん。グノーシス主義も、まあ、自分の本質とか、うん、まあ、真の神についてちゃんと認識していこうと、うんうん、そのために自分の内面鍛えていこうぜみたいな、うんうん、まあ、そういう考え方なので、大きく分けるとこのグノーシス主義も、まあ、新知学というジャンルに入るわけですよ。うんうん。まあ、こんな壮大な考えが、うん、まあ、世界中のいろんな組織とか目に見える大企業の裏側の思想にね、うんうん、こういう考えがベースにあるって考えたらすごくない？すごいよね。ウォルト・ディズニーさんとかね、うん、新知学を実践する人々の中には、神と直接的に交わると、うんうん、そういう形で様々な情報を得ていた人物も存在し、お、まあ、いわゆるチャネリングですね。ああ、なるほどね。目に見えない高次元な存在と、まあ、意識的につながるよと、うんうん、それによって宇宙の始まりとか人類の起源、うん、ね、それこそ伝説の古代都市アトランティスとか、あ、レムリア大陸の時代まで見ることができたと。はあ、そういう風に言われてるんですよね。まあそんなこと言うと、もうめちゃくちゃスピリチュアルやんかと。めちゃくちゃね。そんなことほんまにできるんかと思いますけども、うん、まあ、そういうことを大真面目に研究しているのが新知学と。はあ、追求しているのが新知学というわけですね。なるほど。でもね、例えば、まあ、先ほどはキリスト教世界における思想の一つと言ったけれども、うんうん、まあ、キリスト教といえば、まあ、唯一神ヤハウェですよね。はいはいはい。神様は唯一であると。だからそんなキリスト教圏でね、私神様と交わりましてんとそんなこと言おうもんならね、キリスト教の、まあ、権威を全否定してしまうことになりますやんかと。そうよね。まあ、そんなことできるのはメシアだけやと、うん、だからこの新知主義の人々は異端として迫害されてきた歴史があり、はあ、その結果フリーメイソンのような秘密結社によって信仰されてきたのではないかと、はあ、そういう風にも言われてるんですね、はい、で、新知学という言葉自体は、うん、新約聖書、うん、パウロの書簡の中に隠された奥義としての神の知恵っていう、ほう、そういうニュアンスで登場してるんですよ。あ、そうなんや。だからその歴史はめちゃくちゃ古いと。はあ。しかし新知学はもう時代とともにこうずっと変化し続けてるから、うんうん、何をもって新知学やねんっていう定義は、うん、まあ、めちゃくちゃややこしい。あ、アップデートすごいんや。そう、まあ、そんな新知学をざっくり3つに分類すると、1つ目が、うん、古代から伝わる宗教思想、うん、哲学としての新知学、うんうん、2つ目が17世紀に欧州で広がったキリスト教新知学、うん、そして3つ目が1875年に設立された新知学教会が提唱した思想。ほう。この3つに分けられます。はい。その中でもね、ロシア出身のヘレナ・ペトロブナ・ブラバツキーを中心としてね、うん、設立された新知学教会が提唱した思想こそが、うん、現代的なね、新知学の意味合いで使われることが多いと言われてます。うん、ちなみにこのブラバツキーさんは、新知学教会の思想は宗教ちゃうよと、お、神聖な知識もしくは科学であると、お、語ってるんですね。科学ね、ちょっと難しい話続きましたけども、うん、ここからは、うん、新知学教会を立ち上げたブラバツキーさんの解説や、うん、提唱した思想、社会的影響なんかのお話をしていきたいのですが、その前にこちらの画像を見てください。はい、ドン。あら、これがね、新知学教会のシンボルですね。あらあらあら。まあ、インパクトすごいと。なんか見覚えある奴らがぐちょーんなってる、ね。ぐちょーんと悪いね。以前お話したウォルト・ディズニーの動画にも出てきた紋章ですけれども、うん、自分の尻尾に噛みついてる大蛇や、うん、ユダヤの象徴であるダビデの星、はい、古代エジプトで使用された十字架、アンクなんかが描かれてますよね。うんうん。まあ、これだけでもとんでもない情報量ですけれども、うん、この大蛇ね、はい、ウロボロスが加えているのは、はい、ヒンドゥー教とか仏教で用いられるマンジマークですからね。ねえ、全部見たことあるもん。わけがわからん。それではね、簡単にこのビッグボリュームシンボルの解説をしていきたいのですけれども、うん、まずパッと目に入るのはこの大蛇ですよね、うん、でこの大蛇の名前はウロボロスと言います。はい、このウロボロスというのは古代から伝わる有名なシンボルの一つで、うん、自分の尻尾を噛んで輪になった蛇、うんうん、もしくは竜のことを指すんですね。へえ。でこのウロボロスのイメージっていうのは昔からね、世界中に分布してて、うんうん、もうめっちゃ古代の中国とか、うんうん、エジプト、アステカやネイティブアメリカなどの文化にも見られるんですよ。うん、まあ、めちゃくちゃ古いシンボルやのに世界中で見られるのは不思議じゃない？そうよね。で古代中国では6000年前の新石器時代の遺跡から玉鳥竜と呼ばれる
人工異物が出土しており、蛇のような胴体を持った生物が、まあ、自分のねこう尻尾を加えてるような形状をしていると。はいはいはい、これが口ね。すごいなこれ。これ6000年前すんすんで、他にもウロボロス的イメージはこんな感じでね、うわ3000年以上前の古代エジプト文明の壁画にも見られていて、うわこのイメージがフェニキアを経て古代ギリシャに伝わり、当時の哲学者たちによってウロボロスと名付けられたと考えられているんですよね。なるほど。昔お話した北欧神話に登場するヨルムンガンドも、ね、このウロボロスと同じ起源を持つ大蛇で、最強の雷神トールを強烈な猛毒で殺害するっていうね、めちゃくちゃ強い存在。はいはい、見てこれも、うわー、ね、古代インドの宇宙観ではもうこの世界はね4頭の象に支えられていて、その象は巨大な亀が支えてて、その亀をぐるーんとね尻尾を加えた大蛇によって取り囲まれているんだと考えられていたんですよ。はあ、これが世界の秘密だと。やばいな。そう、すごくないですか。うん、世界中のありとあらゆる重要なシンボルとしてこのウロボロスが登場しているわけ。しかもめちゃくちゃ昔から世界中で見られると。まさにこの世の根源的なシンボルといえるウロボロスですけれども、蛇は脱皮して成長を繰り返したり、まあ、長期間の飢餓状態にも耐えうるっていう強い生命力から死と再生、不老不死の象徴とされてきました。はいはい、まあ、他にも循環とか完全性といった、まあ、様々な意味があるんですけども、一部のグノーシス主義の間ではウロボロスイコール物質世界の限界を表しているんじゃないかと、ほう、そういう風にも考えられているんですね。ほう、まあ、小焼きスタジオさんの信じられない話に出演した時にね、お話したある口伝の中でも、蛇イコール物質世界っていうね、そういうエピソードがありましたけども、まあ、そのお話にもリンクしてくると、まあ、興味深いのはこのウロボロスの円状のシルエットはこの世界の内側と外側を切り分けるものであり、はあ、まあ、そこから境界もしくは分断を生んでしまうとも考えられていると。なるほど。ここで先ほどお話した物質世界の外側にある精神的な世界に到達するっていう、境界を超える的な心理学の思想にもつながってくるわけですね。ね、そこにつながるんですね。そう、さらにこのウロボロスは新約聖書ヨハネの黙示録に登場するブワーンってね尻尾の一振りで天のね宇宙の星々の3分の1を地球にバー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 と吹き飛ばした偉大な竜でもあると、まあ、されていることから、まあ、天からねこう地球に降り注いだ星々が地球に知性を与えた、はいはい、あー、はいはいはい、この地球に自我をもたらした存在とも捉えられているんですね。なるほど。このウロボロスは、いろんなスピリチュアルの話でも、宇宙的な存在が地球にこう飛来して、まあ、知恵を授けたりとか、はいはいはい、まあ、人として生きるようになったみたいなお話めちゃくちゃありましたけどもね、まあ、その辺でも通じてくるし、うん、こう考えると、まあ、新知学も旧約聖書と同じく、まあ、人類に知恵を授けたのは蛇だと、そういう風に考えてるということになりますよね。はいはいはい、まあ、それにしてもこのシンボルの蛇だけでどんだけ喋んねんと確かに情報量やばいやろと、ここから、ね、サクッといくと、ほうほう、この六芒星は、まあ、ソロモンの封印とも呼ばれてるわけですけども、うん、このシンボルのど真ん中にエジプトの十字架アンクが描かれてるのも意味深やんかこれ、これは古代エジプトにおける永遠の生命を意味するシンボルですけども、まあ、これをこう封印してるようにも見えるし、あ、神智学の秘密教義によると、アンクは金星のサインだと。ほうほう。でこの金星は地球のお姉ちゃんであると、へー、考えられているみたいなんですね。お姉ちゃん、そうで、金星といえばね、まあスピリチュアル的には、まあ、人類の魂のふるさとの一つであると、まあ、言われてたりとかね、京都の鞍馬寺には、人間の精神を向上させるためにサナトクマラと呼ばれる神様が金星から降り立ったよっていう伝承が、日本のお寺によ、残されてたりするんですね。すごい伝承。そう、さらに言うと金星は堕天使ルシファー、すなわちサタンを表すとも言われているので、ここでもサタンのもう一つの顔である蛇という存在が浮かび上がってくるわけですね。あ、ナチスのハーケンクルーツによく似たこの鍵十字のマークは、仏教やヒンドゥー教だけでなく初期のキリスト教とか、ヨーロッパの各地で見られたシンボルですけども、神知学的には意志の力、意志、これ意志の渦なんだと、はあ、そういう風に考えられてて、はいはい、偉大なる未知の力が注がれていると、まあ、考えられているんですね。なるほど。つまり未知のエネルギーとつながるのは意志の力なんだ。まあ、そういうことかもしれないですね。はいはいはい、まあ、こんな感じで、まあ、神智学教会のシンボルの情報量がすごすぎてまあ解説するだけでも一苦労なんですけども、ね、なんでこんなたくさんの要素が詰め込まれているかというと、神智学教会の大きな特徴の中に、西洋の伝統的思想、
プラス仏教とかヒンドゥー教などの東洋思想をガチャンと全部組み込んでいるっていう。なるほど、そういうところなんですね。はあ、それではなぜ西洋の伝統的思想である神智学の中に、ね、東洋思想ががっつりと組み込まれてしまったのでしょうか。ね、その秘密は神智学教会の創始者の一人であるヘレナ・ペトロブナ・ブラワツキーという女性の数奇な人生に隠されているんです。ブラワツキー夫人の謎すぎる生涯。彼女はね、1831年にロシアで生まれてるんですけども、ロシアの建国者であるリューリクの血筋にあたるめちゃくちゃ名家の出身で、おいとこのセルゲイ・ビット伯爵はロシアの首相を務めるほどやったんですね。もうトップレベルですね。そう、そんなええとこ出身のブラワツキーさんは、幼少期からね、不思議な力を使うことができて、お精霊と会話することができたと。あら、まあ、言われてるんですね。おまあ、そういうふうに言われてるけども、まあ、単なる不思議ちゃんやったんじゃないかっていうふうにも言われてます。なるほど。そんな彼女ね、18歳の時にめちゃくちゃ年上やったニキフォル・ブラワツキー伯爵と結婚するんですけれども、なんかいろいろ合わんかったのかな年上すぎて無理やったんかな、ね、わーってなってしまい、速攻で破局、あら、そこから彼女は世界中わーって旅して、エジプト、インド、チベット、ヨーロッパなどをね、こう放浪する中で、皇僧たちから秘境の奥義を授けられて、さまざまな秘密結社とも関わるようになったと言われてます。はー、まあ、こういった経緯の中でよ、世界中回った経緯の中で現代神智学のエッセンスに、まあ、東洋思想の要素が組み込まれていったと。あー、その旅でね。そう、だってチベットの皇僧からいろいろ教えてもらったりしてるから奥義をね。そう、そんな彼女は放浪期間に神秘体験とか、超自然的な現象についての徹底的な研究を行っており、もう自らもね、霊的存在からの啓示メッセージを受けるみたいな不思議な体験をしたと語っているんですね。はいはい。こんな感じで、まあ、偉大な賢者として扱われていくブラバツキー夫人ですけれども、まあ、その遍歴とか修行の内容はね、まあ、周囲の人物の証言とか、まあ、彼女の日記に基づくものが多くて、まあ、ほんまかいなみたいな感じでさまざまな矛盾点を指摘されているという事実もあるんですね。まあ、そんな怪しい期間を経てブラバツキー夫人は1873年にパリからニューヨークに渡る。そこから様々な心霊運動に参加するようになるんですよ。ほうほうほう。そしてとあるオカルト界で神智学教会の超重要人物となる、ヘンリー・スティール・オルコット大佐と出会うんです。はいはい。でこのオルコット大佐はね、アメリカ陸軍と海軍に所属していて、まあ、大佐まで昇格した人物なんですけども、このブラバツキー夫人と出会って意気投合するんですよ。おうおう。でその後2人は様々な心霊運動に参加することになるんですけども、1875年に、エジプトの秘密結社ルクソール同胞団から入会許可書をもらったと、そういう風に言われてるんですね。なんかすごそうやな。そう、このルクソール同胞団っていうのは、西洋秘伝を扱う教団の中で、唯一実践的な超自然的な力とか、そういう現象を教えていた。実践で。そう、もう実際扱うことができたと、言われている秘密結社だとね。あら、まあ、言われていて、そこに所属するマスターですよ。マスターね、トゥイティとベイっていうね。もうベイね、偉大なる魂っていうね。はあ。そういう魂を持った人物が、古代からずっとこう脈々と継承されてきたね、計り知れない神の知恵を選ばれた賢者にのみ伝えるっていう、そういう伝統を続けてきたよっていう。すごい。そういうのがあったんですね。でこのオルコット大佐はなんとね、ブラバツキー夫人を通じてルクソール同胞団のマスター、偉大な魂を持ったトゥイティとベイから手紙を受け取るようになり、その年の11月に神智学教会が設立されるんです。あらまあ。で見てください、うわ、これが秘密結社ルクソール同胞団の紋章なんですけども、見覚えないですかこれ。なんかね、もう足されただけみたいなね。びっくりするぐらい神智学教会のシンボルに似てますよねもうほとんど一緒やね。ウロボロスとか六芒星とかね、このルクソール同胞団のマスターから手紙を受け取った直後に、ブラバツキー夫人はね、似たようなシンボルを掲げた、まあ、神智学教会を立ち上げたっていうのは、まあ、何かしらの陰謀を感じさせますよね。まあそうやろうね。そう、ちなみにこの秘密結社ルクソール同胞団には伝統的な神智学徒が数多くね、まあ、在籍していたと言われているから、このルクソール同胞団が神智学教会に与えた影響っていうのはやはり、計り知れない感じがしますよね。そうやね。まあ、ちょっと横道にそれましたけども、まあ、そんな感じでついにね、神智学教会が設立されたわけですけども、神智学教会の目的は以下の3つに分類されます。はい。まあ、こんな感じですね。ちょっとややこしいので、まあ、ざっくり説明すると、はい。まあ、いろんな民族の教えとか、世界中の宗教、科学を勉強しつつ、あらゆる神秘を追い求めて、はい。まあ、人間の超能力とか、霊的能力を研究していこう。そして、あらゆる差別を取っ払って、
人類みんなを巻き込んだ家族のような団体作ろうぜみたいな。あら、そうなんね。そんな雰囲気なんですね。素敵やね。目的はね、うん、まあ、表向きの目的はそういう風に言われてると、うん、さらに神智学教会の中心となる教えの中に、うん、霊的進化論というものがあるんですけども、うん、その教えによると魂っていうのは不滅なものだよと、うんうん、で生まれ変わって様々な人生を経験して、うん、そう霊的に成長していく、うんうん、そして少しずつ神に近い存在へと進化していくと、うん、そういうふうな考えなんですね。はい。でも神智学教会における神様って何？ね、うん、どんなんて感じがしますけども、確かに神智学教会の思想の中には、うん、まあ、キリスト教的な分かりやすい唯一神っていうのは、うん、まあ、存在してないんですよ。はい。神智学教会ではこの宇宙に存在する全てを超越した、うん、絶対的な本質、うん、それこそが神であり、おヨガ哲学におけるブラフマンと同じような存在であることが考えられます。あ、なんか概念的な、まあ、ちょっと難しいやんか、うん、まあ、簡単に言うたらこの宇宙全体、全体、この世に存在する全てを超えて存在する宇宙生命こそが神だと。はで、ヨガ哲学では目に見える世界全て、宇宙全体の根源のことをね、うんうん、ブラフマンと呼ぶんですけども、うんうん、まあ、宗教的に言うたらそれは宇宙の創造主であり、うん、哲学的に言い換えると全ての原因であると、うん、いうふうに表現することもできるんですね。はい。さらに神智学教会にはカルマの法則っていうのがあってね、お、自分の全ての行いが宇宙に影響を及ぼしてると。バタフライエフェクトみたいに、ほんほん、小さなことでも影響を及ぼしていって回り回って自分自身に返ってくるよっていう、あ、そういう考えがあるんですよ。つまり人間は気づかないうちに、うん、自らの運命を自分で決めているよと、というのが神智学の考えの根底にあるんですよ。あらまあ。そして、あ、俺の行動が自分の人生決めてるんやと、うん、宇宙でこう回り回ってこういろんな現象として起こってるんやってことに気づくことができればね、うん、自らの努力によって、うん、無限にこう魂のレベルアップができるよと、おえいう考えが神智学教会におけるカルマの法則なんですね。なんかすげえ。これはね、他のインド哲学とはちょっとニュアンスが違うんですよ、うん、そう、つまり何回も何回も生まれ変わって魂を磨いていき、うん、やがてそのカルマからも解放されて、うん、宇宙の根源に帰っていく、お、まあ、神そのものになっていくっていうのが、うん、まあ、神智学教会の中心的教えである霊的進化論というわけなんですよ。おー、なんかおもろいね。そう、例えばスピリチュアルに縁がなかったら、うん、はぁみたいな話だけども、まあね、逆にスピリチュアルが好きな人だったら、うん、なんかわかるみたいな、うん、まあ、そういう内容じゃないでしょうかね、うんうんうん、巷に広まる現代スピリチュアルの原点が、うん、この神智学教会の教えにギュッとね詰め込まれてるわけですからね。はい。それにしてもね、こういった神智学の教えっていうのは一体誰からどのようにして伝わってきたのかって話やんか、うん、ね、そんだけ膨大な情報があるわけやからね、うんうん、その辺めちゃくちゃ不思議なんですけども、それについて神智学教会は次のように説明しています。はい。まずこの世界の全ての宗教、神秘主義などの秘伝は、うん、大昔、まあ、太古から選ばれた少数の人々にだけ、うん、受け継がれてきたものである、うん、そう、だからいろんなこの世界の秘密っていうのは、うん、一部の人にだけ脈々と伝えられてきたものだよと。で、時が経つにつれて、うん、様々な形に派生してはいるもののね、うん、宗教の形なんかな、思想なんかな、わからんけども、うんうん、バラバラにはなったけれども、元々の考えは一つであり、うん、その教えは霊的進化を達成した、うん、偉大なる魂、マハトマたちからもたらされたものであると、うん、まあ、このように語られているんですね。はいはいはい。つまり、遥か昔から人類にあらゆる英知を伝えてきた、マハトマなる人物が地球にはいるんだよと、うん、いう風に説明してるわけですよ。はいはいはい。だからこの人たちから教えてもらってるんだよと、うん、ね、偉大な魂とか言われると、うん、なんかこう既視感を感じますけども、うん、このマハトマっていうのは先ほどお話した秘密結社、うん、ルクソール同胞団のマスター、うん、トゥイティとベイと同じような存在だと、トゥイティとベイイコールマハトマみたいな、はあ、そういう風に考えられてます。なるほど。ブラバツキ夫人とオルコット大佐はこの言ったらマハトマから手紙をもらってて、うん、その後神智学教会を作ってるっていう、そういう流れやからね。すっげえな。で、このマハトマっていうのは人間としての進化を終えた超自然的人物なんやけど、うん、その素性はほとんど明かされてません、うんうん、しかし神智学教会の主張によるとマハトマっていうのは、うん、チベットの奥地とか、うん、高次元世界にまあ存在していて、うん、グレートホワイトブラザーフットっていう、うん、秘密結社を結成していると、へー、まあ、そういう風に説明してるんですよ。昔からあるこういう組織やからね、うんうん、その組織のメンバーには旧約聖書に登場する信仰の父アブラハムやモーセ、ソロモン王、イエス、
ブッダ、老子などが在籍していたと、あら、伝えられているんですけども、とてつもない顔ぶれですよね。すごい顔ぶれ。そしてなんとブラバツキー夫人が設立したね、新知覚教会にもこのマハトマさんが、関わっていたと、あら、されてるんですね。うん、まあ、これはあくまでね、新知覚教会の主張によるものやから、まあ、本当の本当か分かりませんけども、ブラバツキー夫人の後ろ盾として2人のマハトマが存在していて、そのうちの1人がインド人のクート・フーミ、そしてもう1人がね、これまたインド人のモリア、モリア、そう、人物やったんですよ。一緒なん、一緒、まあ、一緒か知らんけど名前は一緒よね。まあ、これまで日本神話のモリア氏とかね、ねえ、いろいろ取り扱ってきたけれどもね、日本の神様逃げ早きの子孫だみたいな話をしてきましたけども、なんとね、モリアなんですよね。あら、まあ、どうやら偉大なる魂マハトマを宿した存在は、普通の人間の姿をしているパターンもあるみたいだと。しかしブラバツキ夫人の後ろにはこの2人のマハトマおるけど、見せてないと、公開してない。でブラバツキ夫人はこの2人のマハトマの力を借りて1888年に、新知覚教会の教義の中心となるシークレットドリトリンという、ほうほう、とんでもなく濃い濃い内容の書物を出版してるんですよ。何それ。そう、この本の中には、古代哲学とか宗教の神秘主義、科学の原理など多岐にわたる知識を結集し、人間という存在の秘密とか、宇宙の神秘、隠された秘密なんかが記されてるんですよね。で、第1巻では宇宙の創生、第2巻ではレムリアや伝説の都市アトランティスなど、存在が証明されてない大陸を舞台とした歴史とか、特別な力を持っていた人類の起源と霊的進化について深く深くね、描かれてるんですよ。めちゃめちゃおもろそうな。そう、めちゃくちゃおもろそうなのよ。で、ブラバツキー夫人がシークレットドクトリンで明かした近代新知覚の体系やその驚きの内容っていうのが、まあ、世界中に影響を与えて、で、その影響は現代まで続いてると、まあ、言われてるんですよね。言ったらね、新知覚に引き付けられたガンジーさんも、マハトマ、ガンジーってね、名乗ってましたからね。確かに。そう、有名なシュタイナー教育を立ち上げたルドルフ・シュタイナーも、新知覚教会に所属していたし、20世紀後半に世界中に広がったニューエイジ運動や、ディズニー映画アトランティスのモデルになったエドガー・ケイシーも、まあ、新知覚に大きな影響を受けたと言われてるわけですよ。やばすぎるぞ、その影響が。やばいな。そう。そしてね、このシークレット・ドクトリンを出版したブラバツキー夫人は、その3年後の1891年に、とんでもない遺言を残して、亡くなってるんですよ。遺言。この世界を救う救世主、マイトレイヤーの再臨。ブラバツキー夫人が残した遺言の内容は、新知覚教会を立ち上げた、本当の目的に関することやったんですよ。おお、本当の目的。そう、それがキリストに続くメシア的存在であり、精神的に進んだ人類の指導者、マイトレイヤの出現を予言するものであり、新知覚教会っていうのはそのマイトレイヤの器となる人物を探し出し、準備するために作られたものだったっていうのがね、作った本当の目的やったと。なんそれ。ブラバツキ夫人は亡くなる前に言うてはるんですよ。漫画より漫画じゃない。で、この内容にはもう残された新知覚教会のメンバーもびっくりよね。もうすぐ現れるマイトレイヤーの器を探さなあかんやんけと。魂なんかな、はい、魂を下ろす、まあ、人物、器が必要なんかなと。はいはいはい。ちなみにこのマイトレイヤーというのは、先ほどお話した偉大なる魂、マハトマの一人やと。マイトレイヤーっていうのは仏教でいう弥勒菩薩。弥勒菩薩。そう。っていう意味になるらしいの。へぇー。つまり、マイトレイヤーは聖あるもの全てを救う弥勒菩薩的存在と。はぁー。いうことですね。はいはい、はい。まあ、弥勒菩薩そのものだと。まさに救世主ですよね。すげぇね。で、このような予言を残したブラバツキ夫人亡き後、新知覚教会の幹部たちはね、マイトレイヤーの器となる人物を探し始めたのよ。で、いろいろ紆余曲折あったんですけども、まあ、その結果選ばれたのが、14歳のインド人、ジット・クリシュナムリティっていう、そういう少年やったんですね。へー、ほら、イケメン。そう、ハンサムガイなんですよね。イケメンやね。まあ、カリスマですよね。彼はブラバツキ夫人亡き後に救世主マイトレイヤの器として見出されて、まあ、新知覚教会の象徴として祭り上げられていくわけですよ。そしてこのクリシュナムリティをトップとする東方の星教団が新しく作られて、その動きに反対したルドルフ・シュタイナーは新知覚教会を脱退、ね、独自で人知覚教会を作るんですね。まあ、ルドルフ・シュタイナー的にはマイトレイヤが人の形して現れるわけないやんけみたいな、ね、ああ、なるほどなるほど。そんな感じでもう抜けて、はいはい、まあ、新しく人知覚っていうのを作る、
でルドルフ・シュタイナーは宇宙の彼方に存在する全宇宙のね、過去から未来までの全てのこの情報が書かれた記録、アカシックレコードを提唱した人物でもあるんですよ。まあ、これはアカシャ年代記とも呼ばれており、まあ、神知学協会にもあった思想なんですけども、このシュタイナーさんとか、ブラバツキー夫人はこのようなアカシックレコードからもこう直接アクセスして、まあ、情報を得ていたとも言われてます。なるほど。まあ、宇宙から情報をゲットできるっていう、もうそのままね、とんでもない話よね。でね、マイトレイヤの器として祭り上げられたクリシュナムリティに話を戻すと、その後の彼はねめちゃめちゃ悩んだんですよ。神知学教会の象徴としてカリスマ的存在となり、まあ、たくさんの崇拝者に囲まれるね、まあ、ウハウハな生活をしてたわけですけども、まあ、彼自身はそんな生活を喜んでない、望んでなかったと。はい、はいはいはい。このクリシュナムルティもねすごい人で、こう真理っていうのはこう絶対的なね権威者を必要とするものじゃねえと、まして集団にこんな感じで属してるなんてありえねえと、そういう風に考えてたから、まさに自分の置かれてる状況とまあ自分自身の思想がね食い違いまくってた。真逆やね。真逆やったよ。こうして悩みに悩んだクリシュナムルティはもうね言うわと、私はメシアじゃないと、宣言して神知学教会を脱退して、でその後は独立した霊的指導者としてね、それもそれでめちゃくちゃ活躍していくことになるんですよ。すげえ。そう、まあ、こういうのがまあ神知学教会の成り立ちですよ。で神知学教会はその後、まあ、いくつかのグループに分裂しているからね、その実態はつかみにくいんですけども、今も確かに存在しており、21世紀には世界中に約70カ所の支部があってね、会員は3万3000人ほどいるとされてます。めっちゃいる。その辺の神知学教会の事情は置いておいても、知らず知らずのうちにその思想の影響を受けてる人っていうのは、もう何億人というレベルで、まあ、存在するわけですよ。まあそうね、神知学知らんくてもこの考えとか思想に影響を受けてる。はいはいはい。そう。でいずれね、このブラバツキー夫人が出版したシークレットドクトリンの内容も、がっつり掘り下げたいと、やるんすか思ってますんですけどもね、それはそれで楽しみにしてほしいんですけども、ここからはね、舞台を現代に移していきたいと思います。あらあらあら。僕たちの知人に谷崎テトラさんという人物がいます。はい。ねえ、この人ね。テトラさんですね。かっこいいですね。かっこいいですね。彼は放送作家として30年にわたり、様々なユニークな人物をインタビューしてきた人物であり、象徴哲学やシャーマニズムをメディアと芸術美学の視点で独自に研究してきた、もう研究者って言えるね。はぁ。そういう人物なんですね。はいはい。また番組とか作ったりしながらも、独自の研究をずっとしてきた。すごい。で、テトラさんは、こういった研究の中で、様々なスピリチュアルリーダーの取材を行っており、その中にはホピ族のメッセンジャーとか、あのダライラマ、マヤの長老、サイケデリックアートの巨匠アレックス・グレイ、ホリスティック医学のクリスティン・ペイジ博士、高次元の存在とチャネリングすることができたアモラ・クアン・インといった、様々な人物がいた。すごなんかとんでもなさそうだね。とんでもなさそうやな、顔ぶれやんか。しかもダライラマ、ダライラマはさすがにしとるよ。そこ取材できんのみたいな。でテトラさんは他にも、あのフリーメイソンとか、バラ十字団に所属する人々とかその儀礼についても長年取材してきたっていう、そういう経験があったりね。はあ。もうカナダでは、超能力開発のプログラムも実際に受けて、取材してきたような人物なんですよ。網羅しすぎやろ。とんでもない行動力とそれによって培った知識がもうヤバすぎる人物だと。はいはいはい。ね、そんなディープすぎる体験をしつつも、まあ、世界中のエコビリッジを回ったり、アマゾンにいる民族の儀式を受けたりしてきたみたいなんですけども、表の世界でもしっかり成功してるっていう、まあ、すごい人物なんですね。はい。まあ、そんなテトラさんという人物が僕たちの知人にいるんですけども、まあ、そんな彼が僕たちに教えてくれたとっておきの情報があるんです。それがスコットランドの芸術家であり作家、秘境学者のベンジャミン・クレームっていう人物にまつわるお話なんです。ベンジャミン・クレームっていうのはもともと神知学教会とは何の関係もない人物やったんですけども、ある時、世界教師マイトレイヤーとね、チャネリングしちゃうんですよ。あららら、パキーンって。先ほどので、メッセージを受け取ってしまう。うん。ね、これは目に見えない高次元の存在からメッセージを受け取ったとかそういうことではなくて、地球上のどこかに人間として暮らしているマイトレイヤーから直接チャネリングしてメッセージを受け取るっていう。あ、なるほど。そう、そういうお話やったみたいなんですよね。はぁ、面白くない？つまりマイトレイヤー、弥勒菩薩ですよ、っていうのは地球上のどこかにすでに存在しているっていう、まあ、そういうお話になるわけですよね。そういうことよね。
で、このメッセージを受け取ったベンジャミン・クレイムは、うん、多くの宗教によって予言されている世界教師、うん、まあメシアみたいな感じね、うんうん、っていうのはマイトレイヤという形で再臨するだろう、はあ、マイトレイヤイコール弥勒菩薩がもうすぐ現れるよと、うんうん、ベンジャミン・クレイムも言うたわけですよ、うんうん、だから現代日本のスピリチュアル的解釈で言うと、うん、もうすぐ弥勒の世が訪れると言ってるわけですね。なるほどね。鳥崎テトラさんはなんと、うん、今から30年以上前の1990年から1990年にかけての10年間の間に、うんうん、このマイトレイヤーとチャネリングしていた、うん、ベンジャミン・クレイムに直接インタビューをしてきたみたいなんですよ。ほう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 。これなかなかやばくない？テトラさん曰くベンジャミン・クレイムとの対話を撮ってきたビデオテープも残ってるみたいなんですけども、お、まあ、とんでもなく、まあ、スピリチュアルな内容ばっかりやったから、うんうん、ね、あの時代にそんなもん出したら、うん、やっぱり宗教家やと思われてしまうと考えて、まあ、ほとんど公開しなかったと、はい、あ、そうなんや。でもその情報は残っている。はあ、そしてそんな取材を続けていく中である日突然ね、うん、ベンジャミン・クレイムが、うん、オーバーシャドウっていうオーバーシャドウマイトレイヤーを、うん、その身に下ろすっていうチャネリング現象が、まあ、自動的に始まったみたいなんですよ。なんとなんと急にバチンってこう繋がっちゃうみたいな。おう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 。だから谷崎テトラさんはその現場に立ち会ったと。その中でテトラさんはなんと、うん、マイトレイヤーと繋がったベンジャミン・クレイム、まあ、マイトレイヤーの言葉ですよ、うんうん、の口から、うん、日本に関するね直接的なメッセージをバツンって受け取ると、そういう体験をしたよと何語ってあるんですよ。日本に対するメッセージ。そう、このインタビュー動画も残ってるらしくて、いずれどこかで公開できたらと思うんですけども、はあ、そこで受け取ったマイトレイヤーのメッセージは、うん、次のような内容となります、はい、うん、これ1990年くらいの話よ。まず新しい時代がやってくると、うん、で新しい時代に向けて様々な人々が目覚めていくだろう。そしてその時、うん、その時代の人々にとってめちゃくちゃ重要な学問、学問、学問のようなものが生まれるだろう。その学問は200年後に中国で完成し、はい、その後世界各国に伝わっていくと、はいはいはい、このようにつけられたみたいなんですね、うん、まあ、人類が目覚めていく新しい時代にとても重要な学問が生まれる、うん、まあ、これはなかなか意味深なメッセージですよね。ねえ、学問。それではこの新しい時代とはいつ、うん、どのような時代のことを指すのでしょうか、うん、ここからね、あくまでトゥーランドベルグ的な考察になりますけども、うん、ちょっとこのマイトレイヤーが語った新しい時代について、うん、まあ、考えてみたいと思います、はい、まず神知学教会でも語られるマイトレイヤーの再臨みたいな、うん、この再臨というのはメシアが終末の時代に再び現れることを指すんですね、うんうん、つまり、まあ、終末の世界を予言するヨハネの黙示録などにも記される、まあ、混沌としたとんでもないね地獄のような時代にメシアは姿を現し、はい、この世界を救うというお話だったんですよ、うんうんうん、まあ、神知学教会ではこのメシアイコールマイトレイヤーとなります、はい、つまりキリスト教的解釈で考えると、うん、マイトレイヤーっていうのは、まあ、終末の時代に現れると、うん、いうことになるわけですよ、うんうんうん、さらに世界教師マイトレイヤーとチャネリングしたベンジャミン・クレイムは、うん、ある占星術サイクルから別の占星術サイクルに切り替わるタイミングで人類は危機に次ぐ危機を経験する。あ、そしてその時代に人類は精神的な進化を加速させていくだろうと、あ、そういう風に予言してるんですよ。はいはいはい。なんかトゥーランドベルグがね、はい、これまでしてきた考察ともね、はい、ピタピタにはまってきますね。これまたねはまっちゃいますね。そう、それはもうある占星術サイクルから別の占星術サイクルに切り替わるタイミングって言うたらね、言うたら魚座の時代から、はい、水瓶座の切り替わりを意味するね、はい、まあ、風の時代のお話ですよね。ねえ、まさに2020年とか、うん、2019年から始まった流れだと、うん、考えられるわけですよ、はい、そしてその時に、うん、この世界の常識を覆すほどの大きな破壊が起こるのではないかなんていうのもね、言われてたりするやんか、うんうん、そしてその後に新たな時代、すなわち再構築をしていく時代がスタートすると、もし今の時代が終末の時代の入り口に立っているとすると、はい、まあ、2020年から始まったコロナウイルスとか、はい、世界規模で巻き起こっているもう戦争の流れっていうのが人類の危機に次ぐ危機だと言えますよね。もしかしたら近未来、うん、この世界にさらに何かしらの破壊的な出来事が起こり、それらを再構築するために必要なピースこそが、はい、マイトレイヤーの語るある学問なのかもしれないと。そうやね。さあ、新しい時代についてのサム的考察を挟んだところで、うん、お話をテトラさんとマイトレイヤーの対話に戻します。はい、ベンジャミン・クレイムとチャネリングしたマイトレイヤーは世界に必要な学問についてさら、うん、なる驚くべき予言を口にします。おう、その人類にとって必要な学問は、うん、200年後に中国で完成し、うん、世界に広がっていくが、うん、
その学問の土台となるプロトタイプが間もなく日本で作られる。間もなく日本で。そう。そして、うん、その新しい時代に必要なそのね重要な学問のプロトタイプの完成を、うん、テトラさん、うん、あなたは死ぬまでに見ることができますよと。見ることができますよ。マイトレイヤーから直接メッセージを受け取っているんですね。まあ、公式な記録に残されていないクローズドな取材の中でこのようなメッセージを受け取っているっていうのは、まあ、とてつもなく貴重な話やんか。そしてこのとんでもないメッセージを授かったテトラさんよ、うん、パニックになりますよね。まあそうやね。でマイトレイヤーに質問したわけですよ、うん、そのような学問をしている場所はどこにできるんですかと、うんうんうん、できるならその場所を取材したいですと。ああまあ確かにね。で聞いたら、うん、マイトレイヤーは、うん、今はまだ存在していない。ああ存在していないいう返事が返ってきたそうですよ。あらまもうテトラさんマジかその学問って何やと、うん、それってそもそも学校なの、うん、それともコミュニティ、いやいやそもそも学校ってどういうところやっけと、うん、学問って何なのそもそもみたいな感じでね。確かに確かに。まあいろいろ掘り下げて大混乱みたいな、うん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 、そしてテトラさん自身がね、うんうん、その世界に必要な学問のプロトタイプを見ることになるというメッセージについてもめっちゃ考えたわけですよ、うんうんうん、でマイトレイヤーから自分にそんなメッセージが直接来るってことは自分もその学問の構築に関わることになるのか。ああ、はい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 。そもそも日本における学校教育っていうものは、うん、この200年くらいしかやってないわけですよ。産業革命後に、まあ、近代的な国民国家を築き上げるためにできた仕組みでしかないと。はいはいはい、まあ、国にとって都合のいい仕組みだと。要するに現代の学校教育というのは資本主義から生まれたフレームだと、うーんいうふうに考えたわけですね。はいはい。もしこれからの時代に新しい学問を作らなければならないとすれば、うん、今ある形態を脱却していかなくてはならない。つまり脱学校していかなければならないと、まあ、テトラさんは考えたわけですよ。なるほど。そこでテトラさんはひらめいたわけです、うん、そうだ日本には昔から寺子屋があったじゃないかと。寺子屋ね。そう江戸時代日本の識字率は世界でトップレベルやったわけですよ、うん、これは地域に根付いた寺子屋のおかげで、うん、お寺とかが運営していた、うんうん、幕府ね、もう政府ノータッチの地域事業だったわけですよ、うんうんうん、そんな本当の学びというものを我々日本人は知っているぞと、うん、そんな本当の意味での学びの場学問が日本で生まれていく。うん、テトラさんはそこからその学問というものがどういう形で実現していくのか、うん、っていうのをそこから2、30年かけて考え続けてきたわけですよ。おお、長い。だから世界中にある様々な学びとか、うん、コミュニティ、エコビリッジを回り続けた、うん、なるほどね。で、研究し続けたっていう行動にもつながるわけですよ。そういうことがあったからない。そう。で、テトラさんは来年60歳、はい、そこから70歳までが人生最後の仕事をする10年だと思っているそうなんですね。ほうほうほう。70までに新たな学びのコミュニティ作り、うんうん、すなわち国生みと、うん、学問のプロトタイプが生まれるところを見てみたい。その強い思いが今のテトラさんを突き動かしているっていう。なるほど。そういうお話みたいなんですよ。すんごいお話で、テトラさんはここから先10年で全ての情報を世に提供する準備をもしていると、うん、これから先10年は全面的にそのためのコミットをしていく気持ちを持っていると、はぁ、いうふうに語っているんですね。はいはいはい。そしてそれを実現するにはネットワーク作り、うんうん、ね、新たなコミュニティ作りが急務重要だと考えているそうですよ。うんうんうん。ね、我々トゥーランドベルグもたまたまね、うん、たらこ屋作りたいって言ってましたけども、うん、トゥラさんも同じ思いを持って同じやね。なんなら昔から研究されていたと。うわ。で、トゥラさんは様々な研究をしてきた結果、うん、コミュニティの元気は全て村の中にあると考えて、トゥーランドベルグね、まさきさんがしている村づくりにも興味を持ってくれており、あら、トゥーランドベルグチームとの出会いはとても意味があることだと言ってくれてるんですね。なんと。その流れでもうなかなか面白いプロジェクトがね、まあ空き地ね、村も巻き込んで、うんうんうん、まあ、進み出しているので、もしかしたらここからとんでもない何かが生み出されていくのかもしれない。あれ、いや、まあまあまあ、まあ、まあ当事者ですよ。じゃあテトラさんの過去そんなやつ。そやね。それにしても世界中に影響を与えた新知学のお話から、うん、現代に移行していく中で、うん、最終的にこうトゥーランドベルグのリアルストーリーに繋がっていくっていうのはなんか不思議な感じもしません？これ不思議な感じしますね。地上に新たな教えをもたらす存在として過去に何度か地上に現れた世界教師、うん、マイトレイヤーが間もなく姿を現すのではないかと噂されていますが、うん、その存在を迎える役割を果たすと考えられているのが新知学協会。そしてマイトレイヤーが予言した日本で生まれる重要な学問とは一体どのようなものなのでしょうか、ね、うん、まだまだ謎は多いですけども、僕たちが生きている間にリアル神話として実際に目撃できる可能性がね、高そうですよね。ありそうやね、10年ならね。楽しみよね。おー。
ということでね、新自覚の壮大な歴史とその思想や社会的影響、そして現代から近未来につながるまでの流れをお話しさせていただきましたけども、いかがだったでしょうか。いやちょっとヤバすぎて思ってたのと全然ちゃう。ちゃうか。新自覚。そうなのよ。ルドルフ・シュタイナーとか、シークレット・ドクトリンなどね、まだまだ掘り下げたいキーワードは盛りだくさんなのですけども、いずれまたお話ししていきたいと思います。はい。はい、ということでトゥランドブルグご視聴いただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございます。そしてトゥランドブルグから歴史的第一歩となるご報告がございます。はい、この度本を出版することになりました。はい、よろしく。これです。こじき転生でございますよ。こじき転生です。そうなんです。どういう本かということですね。もうこれはもう見てください。もうこれは僕サムはね1年かけて書いてきたんです。もういろんなバイブス、いろんな思い、いろんな裏テーマ、考察ポイント、めちゃめちゃ全部あります。あります。本という形でしか僕のもう伝え、動画では伝えきれないもの、そのもう見てよ、読んでもらったら分かりますということで、はいはいはい、ね、大国主に転生するっていうね、そういう本なのでございますけども、はい、その僕の集大成となるこの古事記転生という本は概要欄から先行予約販売としてね、はい、受け付けておりますので、ぜひチェックしてください。お願いします。ということで、面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。概要欄にね、僕らの SNS もありますので、ぜひチェックしてみてください。はい。また、ジャイが僕たちのニュースを配信しているトゥーランドベルグ公式 LINE も概要欄から登録できますし、まさきが大暴れ、大奮闘しているもう一つの YouTube チャンネル、トゥーランドクエストも大好評配信中でございます。はい、クエストピース。違う、それ。ピースが好きですね。そして YouTube で話せない裏側を話しているニコニコチャンネルプラスも概要欄にございます。はい。トゥーランドベルグがね、いろんなことにチャレンジしておりますので、ぜひ見逃さないようチェックお願いいたします。お願いします。ということで、明日は、実際に谷崎哲太郎さんとお話していきたいと思います。そういうパティーン。はい、ということで本日はこの辺でございます。はい、またね。バイバイ。バイバイ。